朝早くから訪れた4万人以上の観客、その視線の先にあるのは祇園祭りのクライマックス、山鉾巡行です。豪華な装飾から動く美術館とも言われていて、コロナ前のように一般客も山鉾に乗ることができるなど、4年ぶりの通常開催となりました。迫力満載でございます。とても感動してます。マダガスカルから来ました。やっと見れました。楽しいです。京都最高です。今日の京都市内の予想最高気温は37度。午前11時までに8歳から84歳の見物客4人が熱中症の疑いで搬送されたということです。